こんにちは、速稼塾の久保です。今回はこの本の著者の方からメッセージをいただきました。ありがとうございます。岡恵理子さんという方でね、最初の一歩は電話相談びっくりマークハテナって書いてますけども、まさにね、50を過ぎて今までね、お仕事なかなかできなかった方が、まあうつ病を患ったりとかね、難病を患ったりとかしてベッドの上から再スタートですよ。5体不満足ではないんですけども、でも実質的に、まあ、5体不満足な状態だった、精神状態もね落ち込んでいたと思います。そこからですね、電話というオンライン手段を使って自分の人生を今盛り上げていっているところですよね。で、収入も上がってシングルマザーとしてものすごく楽しく明るく暮らしていけるようになりまして、そしてこの出版にも至るというね、すごいじゃないですか。今回のメッセージなんですけども、こういうふうにね、まあ書いてございます。一部端折ってお届けしますね。ゴールデンウィークご家族でお楽しみのことと思いますと、はい、おかげさまで本当皆さんのおかげでございます。で、配信でも取り上げてくださり感謝ですということなんで、まあこちらこそね、こういった実績を紹介するのが速稼塾のライブ放送ですから、皆さんの成功事例とか良かったことね、困ったこと、いろんな話題を取り上げていこうかと思います。最近はロスジェネ世代ということでお届けすることが多いんですけども、その中でも同じ世代でですね、こうやって書籍を出すまでに、発展されていった、成功されていた岡恵理子さんの存在は私にとってもものすごく誇らしいことでございます。で、今回ご許可いただきまして、岡恵理子さんの LINE の URL をねいただきましたんで、そちらの方今後もこの岡恵理子さんのことを紹介するために動画概要欄に貼っておきますので、ぜひね、お気づきの方と、あと身動きが取れない方、どうしても話を聞いてほしいよって方は、ぜひね、岡恵理子さんにご一報いただければ対応してくださると思いますので、まあ、まずは LINE 一本から始めてみましょう。運命を大きく変えるそのきっかけはたった一本の LINE です。それでは、いってらっしゃい。